はい、こんにちは、山亮と申します。さあ、今日はね、郵便いろいろ雑談動画でやってますけどね、ちょっとね、視聴者様からね、ご質問をね、いただきましたんでね、それに対するね、解説をね、してみようじゃないかということですね。何のお題かというとですね、料金不足時のはどうやって対応したらいいのかということですね。まあ、これは郵便局員向けでもありますし、郵便局員の場合は基本的には触ったことがあると思いますんでね、ただ、一般的な人がね、そういや、84円ね、今ね、封筒84円やけど、私、封筒ね、間違えて古い切手、82円の切手出してしまったわ、とかね。まあ、あとよくあるのは、84円なんやけど、63円切手、はがきの方の切手をね、つい貼ってしまってね、出してしまったよっていう場合ね、こういう場合どうしたらいいのっていうことに対して、じゃあどうしたらいいのかっていうのを説明しようと思います。これね、ただね、困ったことに、料金の不足があった場合には、こうなりますっていうワンパターンではないんですよ。実はこれ複雑にいろんなパターンがありまして、とりあえず大きく4つのパターンに分けてみました。あなたが今置かれている状況に合わせて、この状況を、うまいこと、対応してくださいということですね。一つ目がこんな感じです。あのテロップ作りました。こんな感じと、料金不足時の対応方法ということで、入居人登録、いわゆる、お届け先にね、届きましたよっていうケースがあります。届きましたよっていう場合には、これまたちょっと2つあるんですけど、まず1つ目が、即納、白紙、未納、不足処理がされている場合。これ特殊質の処理って言われてるんですけど、要は、郵便物がね、届きましたね、郵便局に届きましたさ、消印をね、押してどうのこうのやっとったら、あれこれ料金が不足しとるやんかっていう場合には、不足処理っていうのが行われるんですけど、その段階で、その、届く場合、届か場合があるんですけど、その、まず届いてしまった。郵便や、それで、お届け先に届き、もう届けることになりましたよという場合ですね。で、その場合には、一番多いのがこのパターンで、即納って言われる、収納不足の、用紙っていうのが貼られて、大体ね、A4 を2枚切りにしてある、郵便局によっても違うと思いますけど、A4 の2枚切り、A5 サイズのね、紙がね、ペタンって貼り付けられてね、郵便物にね、はい、付けられて、この不足分を、現地で徴収してきてくださいねって言って、特殊室から公募されるっていうやつがあるんですよ。まあ、書き留めとかと一緒に渡されるんですけど、書き留めとか、あと、受取人払いの、郵便とかでも、私の場合、それが何千通とかあったんで、それをね、どんどんと、何千通はオーバーか何百通かな、毎日まあ、ありましたけどね。そうそう。それと一緒に、ね、白い紙のやつがね、ベラッと巻き取って、そこのやつはね、緑の紙だったりするんですけど、白い紙の紙です。白紙とかって私は読んでましたけどね。それがある場合は、その料金、書いてある不足分の料金を、収納しに行きます。そのお届け先取るところに行って、すいません、ちょっと不足のやつがあったんですけど、差額分の〇〇円いただけませんかって言って、あ、はい、わかりました。って言ってね、まあ大抵の場合は、まあ私のルートの場合は大抵、まあお役所とかが多かったんでね、はい、じゃあわかりました。って言ってね、支払ってもらえるという、ような場合になります。で、この場合には、差がつく分を現金で支払うこともできますし、または切手とか、あと郵便証紙ね。これなんかうちのルートのところ非常に多かったんですけどね。まあ、役所は切手が多いわ。役所は切手が多いんですけど、大手の大企業さんとかね、すごい大きな企業さんとか、あと、あ、でも、あ、役所でも、なんか知らんけど、一部の役所は、この証紙を使うところもありましたけどね。そう。まあ、そういうところに合わせて、まあ、証紙でも大丈夫ですよ、ということです。で、普通のはね、そんな切手とか差額分とかね、うまいこと持ってませんからね、そうすると現金で支払うということが一般的には多いのかなと思いますけど、うちの場合はそういうのを全部対応してるぐらいね、切手を大量に持っておられる事業所さんとかが多かったんでね、ほとんど切手と郵便証紙でやってましたけど、普通は現金で支払うことが多いかもしれませんね。まあ、ですから現金でも大丈夫ですね。で、お釣りも出ます。現金の場合はお釣り出ます。切手とかの場合はお釣りが出ませんから、なかなか戻るの大変かもしれませんけど、そういうところはもう大体1円切手とかね、2円切手とかはね、本当にね、何百枚、何千枚単位でね、常にキープをしてあるというところもあるんですよ。本当にあるんですよ。ね、ありますから、そういうことですね。で、支払ってもらいますね。支払いをしない場合は、受け取り拒絶、まあ、その場でね、郵便屋さんに、すみません、これはちょっと受け取れません、うちでは受け取れませんって言われるケースがありますんで、
あ、わかりました。じゃあその時はね、受け取り拒絶の処置。これはもう郵便屋さんに言ってもらったら、郵便屋さんは絶対できますから、ね、大丈夫なんですけど、基本的にはもう受け取り拒絶、私はこの郵便を受け取ることを拒絶しますっていうふうに、まあ、直筆で書いて、サインを書くか、印鑑を押すかってね、あ、住所もいるかな。住所いるな。住所も書いてね、やるということですね。まあ、簡単に受け取り拒絶とだけ書いてね、印鑑、住所と印鑑をパチッて押すっていうのでも大丈夫ですし、いうようなやり方があります。まあ、局員さんによってはもう受け取り拒絶って言われたら、じゃあこれ書いてくださいっていうふうにね、受け取り拒絶用のね、なんか、用紙ね、用意してあるような、ケースもあるかもしれませんけど、基本的には郵便局としては持ってませんので、それぞれでそうやって受け取り拒絶って書くっていう、形になったりすると思います。で、こういうふうに処理される場合、もうこれもね、ただね、実はね、その消印、郵便課の人のね、本当にね、判断によって変わってくるんですけど、原則としては、料金不足分受取人払いって書いてある郵便、切手の下とかにね、赤字でね、料金不足分ね、受取人払いって、書いてある、やつがあるんですよ。結構ね、よく見かけるの、役所では見かけます。役所への返信はがきとかね、いうのが、ついてるようなやつの場合は、基本的にはこの不足分受取人払いが書いてありますし、あとは速達の場合ね、それも速達と明記してある場合は、基本的には、じゃあ、多分急ぎないが、とにかく届けてみましょうって、届けに行っちゃうんですわ。うん。で、っていうふうになります。で、まあ、不足分受取人払いって書いてある場合には、基本的には、受け取りは拒否はできないです。いやいや、受け取りに払いするって言っとるやんって、ね、いうケースなんで、ただまあ、勝手に書いてあるケースもありますんでね、二層人の人が勝手に書いてるケースもあるんで、まあ、必ずしもとは言わないんですけど、基本的にはもう不足分受け取りに払いって書いてある場合は、持ってて聞きますし、で、速達と明記されているものは、やはり一応とりあえず持ってく、ね、速達ってなっとるんやから急ぎなはずやからっていうのでね、持っていくことがありますということですね。で、あとは期限切れの料金受け取りに払い郵便物ね。いわゆる申し込み書とかで切手を貼らずにそのまま出してくださいって言って、こんな感じのやつが書いてあるやつありませんかね。この真ん中のやつですね、これ。ね、こんなのがね、切って貼るところに書いてあって、そのままね、切って貼らずに出せますよというやつ。あれ、有効期限が下に書いてあると思うんですよ。その有効期限が切れてるやつの場合は、基本的には大体こういうふうにいきます。ただ、戻されるケースもこれはゼロではないので、難しいところなんです。これがね、じゃあ、どうやったら戻るのか戻らないのかっていうのが、裁量が全部郵便課次第なんですよ。その郵便をパッと持った郵便課の職員さんの裁量によって変わるんですよ。マンパワーなんで。ちょっとね、これがね、難しいところで、なんでかっていうと、例えば自分の配達先、私の配達先、いろんなところ回ってましたが、まあ裁判所とか回ってたわけですけどね。ね、まあ、で、誰でも裁判所ってなっとったら、あ、まあ大体ね、そういうやつにとりあえず持ってってみようかなってね、いうふうに判断がつくわけですけど、企業さんとかでね、なっとる場合はこれ、届けていいのかな、届けたらあかんのかなという判断がね、難しい場合が多いですよね。なぜなら、その郵便局が、郵便はがきが届いた局っていうのは、配達をしてる局とは限らないわけですよ。っていうことは、受け取りをするその郵便課の人は、全国のすべての企業が、ここの企業を受け取ってくれる、ここの企業を受け取ってくれなんて、全国にすべてある住所を覚えるわけにはいかないわけですよね。うん。で、ね、普通ならそういうのね、民間企業だったらデータベースを共有してね、あ、ここの企業は受け取りが OK なところだなって、ピテってね、住所とか入れたらね、あ、パチって出てくるとかってね、いうようなシステムとかがあればいいんですけど、郵便局ないんで、個人情報の保護のために一切そういうのは用意してないんで、うん。っていうことで、とりあえずこういう印鑑が押されるわけですね。料金不足っていう印鑑が押されて、それで処理にかかっていくっていうわけなんです。あ、これ印鑑がでパチッと押されて、で、ここの10円と書いてある、ここのところが手書きで書いてね、出します。まあ、赤字で書いてあるケースが多いのかなと思います。黒字でもね、見かけることは多かったですね。うん。そう、いうふうになってますんで、そういうふうな感じで、どれで届くか本当に同じ条件でも、そのね、同じポストから出して同じような同じ宛先でっていうケースでも届く場合と届かない場合がありますんで、料金不足の場合は、こういうケース、もう本当にケースバイケースですよということですね。で、一つ目のケースがそれで届いてしまって、届きに行って、その場で料金をもらう場合と、もう
一つ実はあるんですよ。これが、入居人に届くはがき添付っていうのがあるんですよね。右上にちょっと多分見たことない人も見たことないと思うんで、はがきのねデータちょっとね見つけたんで貼り付けておきました。こういうふうにしてね、日本郵便、株式会社ってね、書いてありますよね。で、いうのが出てますと、これは要は、付属ゴムがあります。それでその場で料金もらってきてくださいねって言って特殊化の処理を受けて、出てくるんですけど、これの場合はその場で支払いをもらうんじゃなくて、これがこんなはがきがついたね、これ表裏になってね1枚なんですけど、のはがきが、一緒にピタッとくっつけてあってね、それでポストに投函されます。するとなんかポストに紙がついとるって、そうするとこんな感じで、受け取り人が入金、はがきが来まして、そこにねこういうふうに、お持ちした郵便物を受け取られる場合、まあ料金が不足してますのでお手数ですが、とりあえずお届けをしてみますけど、ね、それがいるものなのかいらないものなのか、また判断して10日以内にね、返信くださいということで、で、いるよ、これ、私の方でもう料金支払って差額も引き受けますよという場合には、この切手帳札って書いてある、ね、ところに、サインを、サインじゃない、切手ね、これは切手、もしくは、これは証紙は大丈夫やかな。少子でも大丈夫なはずですけど、原則は切って、で、現金は無理です。その、ぴったり分ね、払ってください。プラスアルファで払ってもいいんですけど、お釣りは返ってきませんので、切っては。うん。それは気をつけてください。ということで、ね、少子でも返ってきませんからね、ということです。で、受け取りをしない場合は、それね、未開封の状態でね、その封筒が未開封の状態で、はがき、この添付はがきにこの郵便物は料金が増えますので受け取れませんという欄がありますね。この欄のところにサインか印鑑を書いて、それでまたね、ペタッと一緒にして、ポイッと入れ、ポストに入れるか、もしくはね、郵便局に行ってね、これちょっと返還し、受け取り拒否したいんですけど、ちょっと、はい、わかりました、って言ってね、やってくれると思いますんで、っていう、処理になります。もう同じように、これになるかこれにならないかは正直言って、それが届いた郵便局のところの人が、あ、この事業所さんはこれ貼り付けてって言うとるところやなとかね、これは、ここはそのまますぐ持てたいところやなとかってね、判断する。あと、個人の場合、ね、個人宅の場合は基本的にこれを使うことが多いですね。そうですね、事業所さんとかでも、いや、その場におってすぐにね、現金とか払ってくれるよって分かる判断ができるところの場合は、これを使うことが少ないですし、あとは、いるところでもね、ちょっとすいません、うち、はがきの方で、対応してくれませんかってね、言われたことはあります。本当、まあ、ね、そういった事務の処理ね、詳しい方だったんでね、この担当の人も。こっちのはがきの方でやってもらえ、切って貼り付けて、返すのは返しますんで、って、うん、わかりましたって言ってね、まあ、もう、ね、大企業のね、有名な、ね、大企業さんのところの正式な事務のところですか、まあね、信用もありますからね、まあ、じゃあ、わかりました、それで対応しますよって言ってね、で、丸々さん、コンビナートのところこさんとかね、ちょっとはがき対応でお願いしますっていうふうにね、引き継ぎだけしといたら、もう、そしたらね、受け取り局の方は、この配達する局のところは、もう自分のね、管轄局のところだけ覚えとけば大丈夫です。それはさすがに覚えれますからね、全国の覚える必要ないですから。っていうふうにして、処理をする場合もあります。まあ、っていうのが、届いた場合ですね。届いた場合はこういうふうになります。で、さらに、まだあるんですよね。うん。料金が不足する場合、これザーッと来ました。今のは、こういうふうに言って、とりあえずね、出した、不足のやつを出しました。それがね、郵便局に届いて、まあ、ここから先に一回行ってますよっていうケースですね。ですけど、ここからね、さらに、届かない場合ですね。返還される場合があります。ということです。で、料金不足時の対応方法で、二送人に返還される。いわゆる、郵便を差し出した人ね、差し出し人に送られる場合で、一つ目が消印なしのタイプっていうのがあります。消印なしっていうのは、これだけが押されて、いわゆるここのポストから、近くのポストから郵便局に、ね、近くの周波郵便局に届きました。ここの段階で景品をパンパカ押すわけですよね。で、押す段階で、おっと、ちょっと待って、これ料金が不足しとるやんかってなった時に、もうここに届き、送らずに、
もう返しちゃうというケースがあるんですね。で、基本的にはその先言ったように、料金不足分受取払いと明記してある場合と、速達と明記してある場合以外の場合は、どっちかわかんねえから、これは本当にその、受け取った郵便局の人のケースバイケースで変わります。どちらかというと多分、消印がもう納めてしまっとったら、とりあえず届けるのかな。あれ、今機械で押しますんでね。うん。機械で押しますんで、機械で押した後に、あれこれ、でも不足になってねっていうふうになったら、あ、いや、あの、返還処理の方にかけましょうかとかってなるのかなということなんですけど、基本的にはこういうふうになってまして、消印が抑えない場合は、あの、料金取得してますので、この段階から、A 局からそのまま、はい、じゃあ、お返しってなるわけですね。料金が不足してますので、お返ししますって言ってね、差し出しのね、住所のところに、返されますよと、いう場合があります。この場合には、そういうようなね、ペラ1枚の紙がね、ピラッと貼り付けたって、縦長な紙が貼り付けたって、何人不足してますので、差額分を貼り付けして、またポストに投函してくださいってなってます。その場合は、例えば84円のね、封筒を、ね、出すときに82円の間違いで貼ってしまったら、2円、追加で切って貼り付けをして出せば大丈夫です。で、63円のやつはね、間違えて84円なのに、63円の切手を間違えて貼っとった場合は、11円分の切手を貼って出せば大丈夫です。うまいこと11円なかったら、プラスアルファになる分には問題ないです。お釣りは返ってきませんけどね。お釣りは返ってきませんけど、12円分とかね、貼っつけてあったら全然問題ない。まあ、20円貼っつけてあったってね、釣りはいらねえぜっていうか、本当に釣りは出ないんですけど、うん。ね、っていうこともできます。できます。まあ、とりあえず差額分を超えとれば大丈夫。ただし、問題があって、下の場合、4番の場合ですね。2送人に返還されるけど、消印がある場合、これどういう場合かって言ったら、消印が押されとる場合っていうのは基本的にはもう A 局から B 局まで届いてる場合です。で、この場合、B 局から先、1番、2番で言ったようにね、お届け先まで届けに行く、場合が原則なんですけど、まあ、場合によっては B 局まで来たら、いや、これ、ここは絶対に不足分は受け取ったら、受け取りませんって、もう明言しとるところやとかって言って戻すケースもあるかもしれませんけど、基本的には届けに行って、それでまあ受け取り拒否になったと。拒否になった場合には、返されますよ。という場合が4番になります。この場合は消印が押されるんですよね。そうすると、その、例えば82円のに、84円のに、82円のやつを貼っておった場合は、82円は領収済みになります。そこから、その82円でここまでさ、届けてしまってるもんで、この82円は、無効になります。ですので、消印があって返還された場合、料金不足で返還された場合は、これは、さらに84円分、まるっと支払いをして出さないといけません。ここが大きな違いです。ですから、その、この多分印鑑も押してあると思います。料金不足って言って、この印鑑も押してあると思うんです。ただ、これが押してあって返ってきたからといって、じゃあ、差額分だけ払えばいいのかって言ったら、実はそうじゃない。っていうところが非常に重要で、こういうふうにして戻されたやつの場合には、ですので、そうやって戻ってきたやつは、大事なのは、消印が押してあるかどうかしっかり見てください。で、消印がないやつの場合には郵便処理っていう、自己処理っていうのがされて、紙が貼り付けてあって、その差額分が明記されてますんで、この何円分不足してますからって言って、その金額払えば、もうほぼ間違いなく届きます。原則は届きます。そこから何か手加えてない限り大丈夫です。なんですけど、そうじゃない場合には、戻されますよってことなんですけど、これね、ですので、基本的にはもうこうなってしまった場合は、封筒も全部入れ替えてね、新しく出した方がいいかなと思います、個人的には。もうどうせ来て、もう向こうですからね。で、なんとかうまいことして出そうとするケースもあるみたいなんですけど、基本的には、わかるようになってますので、実は、郵便で、その、ここの距離ね、A から B に行く、よくね、2パス箱ってか、1パス、2パスの処理はこっちですけど、1パスの処理はこっちでやるか、1パスの、ね処理の段階でね、いろんな、実は見えない細工といいますかね、処理がされますので、郵便局員が
チェックをすれば一発で分かるような扱いされてます。まあこれはあんまり詳しくは言えないんですけど、されてますんで、ね、不正でいやいやいやこれうまいことそのバリアンやろって言ってね、差額分だけピラッと貼ってね、消し印もねうまいことなんかちょっと消えそうやしとかってねやろうと思っても、実は、基本的にはバレちゃいます。その人の目で見てもわからないですけどね、ですからその2パスっていう機械を操作した時にエラーが出ちゃいますんでね、分かっちゃいますよっていうことなんですね。エラーが出て、うん、なんでやと思ってね、チェックをしてみると、ある一定のチェックをすると、あ、これはもうね、させらせとるやつやのに何で向こうにね、なっとるとかって、ね、分かるようになってるんですね。それがあのハガキとかでも使えるんですけど、あの年賀ハガキなんかでもそうなんですけどね。そうだから消し年賀はがきなんか消しね押されないからバレやんやないかと思うかもしれませんけどね、それで金券一アプリ持ってたらもうとね、うまいこと消してね、文字を消してね、金券一アプリ持ってたらねいいんじゃないか。金券ショップもしかしたらごまかせるかもしれませんけど、郵便局はごまかせません、ね、っていうのがねありますからね、そういうのがあります。で、そういうふうになります。それはですので、速達の場合が怖いです。速達で急いでって送ったんやけど、受け取り人さんが、いや、速達やけど、これ、不足分こっちで支払ってまではいらんからって言って、返されてしまったら、二層人の人はね、ね、また満額ね、丸とね、かぶらなあかんし、速達でね、急ぎで送ったやつやのにね、結局届きませんでしたってね、なっちゃいますし、そうすると、1営業日、2営業日挟むのか、ね、3日後ぐらいに、あれって返ってきちゃいますんでね、これは気をつけてください。まあ、速達で出す場合はですね、郵便局でね、引き受けするのが一番無難かと思います。そうすると、料金不足ね、重さが、実は、あ、これ、重さが超過してますんで、プラス10円いりますよとかって、郵便局で、その場で受け取った時に、パッと測って、チェックしてくれますんで、あの本当に、あの、急ぎの速達とかで出さなきゃいような、重要な書類の場合は、郵便局の窓口、これはもう、お近くの窓口の郵便局ね、で、持って行って、確認した方が、やっぱ確実かなと思います。ということでね、うん。一応ね、私から言えるのはこんな感じ。ということで、ちょっと複雑でね、話も長くなってしまったんですけど、まあ、こういうふうに、まあ、大きく4つのパターンがありますね。届くパターン、届かないパターン、そこから変換されるパターンとかがあります。まあ、大きくこの4つで、特に、差し出してね、戻ってきたときには、2つのやり方。この、受け取りの方はね、受け取りの方は基本的には郵便局員さんが対面でやるか、それか、案内のハガキに細かく内容が書いてありますんで、それでわかりますけど、このね、帰ってきたやつの場合はね、これはね、ちょっと知識がないと難しいところなんで、こんな感じで覚えていただいたらいいんじゃないかなと思います。まあ、それぞれの処理の経緯によって変わってくるんですよということですね、ということでございます。とりあえずね、この動画はね、以上で締めたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。